横須賀共済病院分院は、かつて国家公務員共済組合連合会が運営していた医療機関。1946年から2009年まで独立した病院であったが、再度横須賀共済病院に併合された。神奈川県三浦半島の中核都市である横須賀市北端の船越町に位置し、図紙市、沼地区に接している。 海軍横須賀造船所は1886年兵器製造工場を船越神殿に開設し、1903年に海軍工廠造兵部となった。水雷や機銃、無線、電気、方向工場などがあった。その職員のため1914年12月に横須賀海軍工廠庁、浦職工協再開病院として誕生した。 当時の建物として1937年に建てられた第三病棟が残っている。1945年終戦を迎え、海軍から財団法人共済協会へ処刑同年12月に横須賀共済病院長裏分院となった。1946年4月、田浦共済病院として独立した。1950年12月には、 旧例による、共済組合等からの年金受給者のための特別、措置法12月12日、法律266号により、共済協会は解散することとなり、国家公務員共済組合連合会へ承継され、旧海軍共済組合の病院を引き継いだ全国で、10ある旧例病院の一つとなった。地理的名称を合致させるために1987年12月1日に、 横須賀北部共済病院と解消した。地域の高齢者人口率は高く自治会によっては30%を上回っている。そのため、1994年8月に特例許可老人病院として一部病床を転用し、介護保険制度の整備に伴い2000年4月に介護療養が医療施設と療養型病床群を設け、 旧世紀と慢世紀のケアミックス医療を行っている。2009年4月、再度、横須賀共済病院に並行され、横須賀共済病院分院となり、診療科目の整備縮小が行われた。2015年6月30日に閉院した。郵便番号は、事業所の個別郵便番号を設定している。不足三連合会は、第3条第1項の規定により、 共済協会から承継した施設のうちに第8条の規定による業務以外の業務のように供されるものがあるときは当分の間道場の規定による業務の外引き続き当該施設を利用して当該業務を行うことができる。ありがとうございます。